安全管理者とは、労働安全衛生法において定められている、事業上の安全全般の管理をするものである。1947年制定の労働基準法、9、労働安全衛生規則に規定され、1972年の労働安全衛生法、新、労働安全衛生規則等の制定により、現行法に連なる法的な位置づけや職務が明確化された。 次の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場において専任が義務付けられている。10人以上50人未満の場合は安全衛生推進者を選任することになる。以下の事業場では安全管理者のうち少なくとも1人を選任の安全管理者としなければならない。安全管理者は総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、 安全にかかる技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。また、事業者は安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。安全に関する措置とは、 第11条1項の規定により安全管理者が行うべき措置を言い、具体的には次のごとき事項を指すものであること。建設物、設備、作業場所、または作業方法に危険がある場合における応急措置、または適当な防止の措置安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備作業の安全に、 ついての教育及び訓練発生した災害原因の調査及び対策の検討消防及び避難の訓練。作業主任者その他安全に関する補助者の監督安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、 必要な措置安全管理者が、事故等でその職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。安全管理者は、総括安全衛生管理者が選任されている、事業上においては、総括安全衛生管理者の指揮を受ける。安全管理者は、労働基準法第41条でいう、監督もしくは管理の地位にあるものに当然には、該当せず、 該当するか否かは、当該労働者の労働の対応によって判定される。安全管理者の選任、職務違反をした者は、50万円以下の罰金に処せられる。安全管理者は、次のいずれかの要件を満たすものでなければならない。労働安全衛生規則の改正により、選任する安全管理者の要件として、新たに安全管理者選任事件集の受講が必要になった。 厚生労働大臣の定める研修を終了したもので、次のいずれかに該当するもの労働安全コンサルタント1、2のほか、厚生労働大臣の定めるもの安全管理者は、その事業上に専属のものを選任しなければならない。なお、1989年4月の改正法施行により、事業上の安全管理活動に、 労働安全コンサルタントを自主的に活用することができるようにするため、安全管理者の資格を有するものとして、労働安全コンサルタントを加えるとともに、複数の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に、労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち一人については、事業上に、専属のものである必要はないこととした。 事業者は安全管理者を選任すべき自由が発生した日から14日以内に安全管理者を選任しなければならず、選任した時は地帯なく、所定の様式により事業上の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。労働基準監督署長は労働災害を防止するため必要があると認める時は事業者に対し、 安全管理者の増員または、解任をめずることができる。なお、選任すべき人数については、諸葛都道府県労働局長が指定する、科学設備を備えた、事業上においては生産施設の単位について、創業中、常時必要な数の安全管理者を選任する、こととされるほか、事業上の規模や、作業の対応等の実態に即して、 必要な場合には二人以上の安全管理者を選任するよう努めなければならないとされるが、衛生管理者のように規模等によって選任すべき、人数を定めた一般的な規定は安全管理者には設けられていない。親事業者を支配している事業者の事業上の安全管理者が、子事業者の事業上の安全管理者を兼ねる場合には、次の要件のいずれにも該当するときは、 それぞれ事業上に専属の者のを選任している者と認められるものであること。これにより親事業者の事業上の安全管理者が、子事業者の事業上の安全管理者を兼ねることを認められた後、それぞれの事業上において別の安全管理者を選任するに至った後は、再びこれによる兼務を行うことは認められないものであること。 なお、親事業者の事業上における安全管理者が、子事業者の事業上の衛生管理者または、衛生推進者を兼ねること及び親事業者の事業上における衛生管理者が、子事業者の事業上の安全管理者を兼ねることは、認められないものであること。個事業者の事業上が、親事業者の分社化に伴い、親事業者の事業上の一部が分割されたものであること。 親事業者の事業場と子事業者の事業場が同一敷地内にある、または敷地が隣接していること。安全衛生に関する協議組織が設置されると、分社化後も引き続き安全衛生管理が相互に密接に関連して行われていること。親事業者の事業場における事業の内容と、子事業者の事業場における事業の内容が、 分社化前の事業上における事業の内容と比較して、著しい変化がないこと。事業者は、事業上における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者のが従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、 またはこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。厚生労働大臣は、この教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため、必要な指針を公表するものとする。これに基づき、現在、労働災害の防止のための業務に従事する者に、対する能力向上教育に関する指針が、講示されている。事業者は、 安全衛生業務従事者に対する能力、向上教育の実施にあたっては、事業上の実態を踏まえつつ投資心に基づき、実施するよう努めなければならない。専任時研修時には、当該業務に関する全般的事項について教育が行われる。安全管理事業上における、安全衛生の水準の向上を図ることを目的として、 事業者が一連の過程を定めて行う自主活動安全教育関係法令能力、工場教育時には以下の項目が定期または随時行われる。最近における安全管理上の問題とその対策最近における安全管理手法の知識、災害事例及び関係法令業種の分類は日本に標準産業分類による分類をいうものであること。ただし、 石油製品製造業は、同分類中の石油製製業及び潤滑油、グリース製造業を、紙、パルプ製造業は、同分類中のパルプ製造業及び紙製造業を、いうものとする。安全に係かる技術的事項とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に、限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が、統括管理すべき。 第10条1項の業務のうち安全に関する具体的事項を言うものと解すること。その危険を防止するために必要な措置とは、その権限内において、直ちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告して、その指示を受けることを言うものであること。ABCD、産業安全の実務とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する。 趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差し支えないものであること。選任すべき自由が発生した人は、当該事業上の業種に応じて、その規模が規則で定める規模に達した日、安全管理者に欠員が生じた人を指すものであること。科学設備とは、思考例別表第一に掲げる危険物を製造し、もしくは取り扱い、または、 シクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他のインカテ点が65度以上のものを、インカテ点以上の温度で製造し、もしくは取り扱う設備で、移動式以外のものを言い,い、アセチレニ溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。及びその付属設備を含む。つまり4時家3交代制なら少なくとも4人、1任0人することになる。ありがとうございます。